プラララプララプラララミオどうしたああ滞りなくすんだよ思ってたよりもみんなフランクだったし君はどうだったそうだろうなまあ分からんでもない月から見る地球はやっぱり心配になるから うん泳いでるよ。パイロット専用だから、ほぼ貸し切りなんだ。羨ましいだろう。私は、午後開かれた、時空の裂け目に関するクイントノア氏の校長会を、すっきりした気持ちで退席し、ジャクサルつくば時空センターの室内プールで、ぷかぷかと浮かんでいる。校長会は、ジャクサルの主要メンバーが勢ぞろいする中、 終始和やかな雰囲気で進んだ。私に対する主な質問事項は、1、時空の裂け目と類似する現象を地球月間で目撃した経験があるか。2、本件に関する率直な感想と期待する内容は何か。3、その多自由発言だった。おいで、 君はパイロットじゃないけど、口利きしといてやるよ。婚約者だからって。散歩か。今、何が咲いてるんだ。チューリップ、ビオラ、パンジー。いいね。旬だし、美味しいし、産地はお月様か。名前は、月一号。いい話だね。 月の別名を継承したいちごか、食べてみたいな。土産に買ってきてよ。彼女の声が幾分柔らかくなったのを感じ、ちょっと安心した。月移住管理局長という立場は、世間が想像するほど、かっこいいものではない。仕事中、頼りがいのあるリーダーとして、周囲の信頼を一手に受け止めている分、 プライベートで頼れるパートナーが隣にいないと、彼女は心のバランスを崩してしまう。彼女の苦しみに気づいた私は、身を支えることを決意した。彼女の言葉はいつも通り美しく柔らかく、知らぬ間に私を癒してくれた。みなもを漂いながらお気楽に振る舞ってはいるが、胸の奥がざわついていることに、正直なところ疲れていたからだ。 ミオのコールに対して、ムーンガザに関わる人々の間で何か困ったことが起きたのだろう。彼女の心を温めたい、と感じてレスポンスしたが、彼女の声を聞きたい、とも感じていた。そう、楽しみだな。俺はもう少し泳いだら、夕食にカツカレーを食べるつもりなんだ。 ミオの味付けが絶妙だからだよ。外で食べるときは、おかわりなんてしたことがない。ああ、よく言われる。それがいいね。のんびり使って温まれば、一日の疲れも溶けて流れるさ。時空の裂け目が、地球文明にどんな影響を与えるのか、私自身の生き方にどんな変化が生じるのか、 正直それはまだわからない。しかし、愛する家族や仲間を大切に慈しみたい、という思いはいつまでも変わらない、と素直に言えることが、ただただ嬉しい。人であれ、AI であれ、動植物であれ、そうした幹に関しては皆共通であり、種の境を超えて共感できる。だからきっと、私たちが生きるこの次元ではない世界とも、種の境を超えて共感できる。 価値観や世界観の異なる相手と共感し協力し続けるためには、背伸びをせず誠実に、自らの弱さも強さも、個性の一つであると認め、補い合うことが何よりも効果的。君はどう思う ?ME14 年4月1日。ジャクサル筑波時空センター室内プール。MGF1 船長、クイントノア。